皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、高橋みともです。はい、今回はウルトラマン Z の第2話の感想でございます。2話を見てみますと、ネオ、電気怪獣の声ですね。ネオ、発音悪いです。レロンガっていう感じで出たんですけどね。一回まして主人公は期待でてなんかウルトラマンみたいな感じになってましたけど、まあもちったのかどうか思いませんけどね。まあそんな感じでしたね。まあ今回も楽しかったんじゃないかなと思って、終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。